前回の勝倉、ウォーデンにやられてしまった勝倉、そんなわけで装備をなんとか取り返しに行こうとする。ただまたやられないかすごい心配。まずはネザーの方、つなげた方だ。そっちを見てみると、あ、よかった、ウォーデン来てないわ。そして装備品が、え、これ全部悪くない？あ、すげえ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 。そしてなんとかなんとか戻ってみる。昔行った細い細い通路を奥に奥に行ってみると、あ、お前の場所行った。そしてウォーデンいるわ、ウォーデンいるわ。あ、放置したらどっか帰ってきました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。どうも怖いです。ここら辺とっても怖いです。いや、もう真面目にこれ対策せねばいかんなという状態になってきました。だから今からね、ウォーデン対策ってものをしようと思う。やっぱね、戦うんじゃない、出しちゃダメだ、出しちゃダメなんだって本当に。押すというわけで、帰ろ帰ろ、一旦帰ろ。これはもういらんか。いや、マジでマジで怖いわ。あー、もうみんな怖かったよな。さすがに初見のウォーデンさんはね、脳幹でいいんじゃないかっていう声もね、いっぱいあった。どうなんだろうね。まあまあまあ、まあ、とにかくもう俺もうやられない気持ちでいるから。もう、いや、あのデスビームも正直さ、多分あいつここら辺に引っかかってただけなんだよね。で撃ってきたんだよ。目の前に壁があるんだったらわかるんだよ。うん、撃ってくるの知ってたからさ。それなしで撃ってくるってどうかと思うよね。もう戻ろう戻ろう、ちょっと対策だ対策。おいっす。あ、こっからちゃんと帰れるようになってるわ。あ、帰るべ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 。これ何なんだよこれ、何なんだよこれ、これ中途半端何なんだよこれ。はい、どんどん綺麗にしていく。こうやってカズクラ失敗しながら成長していくんだって。みんなもいろいろ失敗したことあると思うけど、経験値になるからね。あ、お、ちょ、お、お、おりゃ、お、うるさい。え、刺さったって今絶対。刺さったし。おーし。いや、経験値になるからね。うん。わ、もうそれを糧に、お、俺はもう、ウォーデンのとこ攻略するからちゃんと。期待して待っててくれ。うん。期待して。わ、びっくりした。お、ウォーデンのとこ来たかと思ったこれ。そうだ、ウォーデンのあれイメージして実は作ってたんだこれ。怖いなあ、手羽先ちゃん怖いなあ。さあ、というわけで今からね、真面目にウォーデン対策練っていこうと思う。いや、どうするかいいかをね、ちょっと考えていかないといけないんだこれ。まあ、とりあえずトーテムは多めに持っていこう。トーテムは今回重要なやつ教えよう。みんな羊毛だ、少なあ。実はだよ、ほら、みんなも歩くときわかると思うんだけど、こうやって砂利の上歩くとガリガリガリ、ジャリジャリジャリって言うじゃん。ただこれ毛布の上とか絨毯の上だと足音ってなかなかないじゃん。これ実はね、ウォーデン対策の時もそうなんです。なんとこの上を歩くだけで足音が聞こえなくなるっていう、そんな特殊能力があるみたいなんだこれ。だからあるかな。うわ、めっちゃあるめっちゃある。うわ、あ、こんでいいや。よし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 、これでだいぶ羊毛めちゃめちゃいっぱい。これをさらにこうすることで節約して絨毯にして歩くだけで、なんということだろう。気づかれない、完璧すぎる。よし、他にも行くぞ。えっ、あー、やべやべやべ、まず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 、やべ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 、めっちゃ引っかかるめっちゃ引っかかってる。あー、まだまだまだ待って、ちょちょちょ、あっ、あっ、あっ、あー、あぶねー。いや、何気にこのパールもね、すごい重要だなと思って。ありがとうございます、いただきました。おーし、こんでだいぶ整ったな。で、これだけじゃ終わんないよ、あれも取りに行く。確かあっちの方角だったな。もうね、マジでやられないように俺頑張るから。これなんだこれ、怖い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 。将来的になんかゾンビ化するとあれだから、まあ、ゾンビ化するはずがないんだけどね、安全な村だから。念のためゾンビ化しても大丈夫なように。何なんだろうこの吹き溜めは。ちょっと脇つぶししといてあげよう。もうちょっとこの吹き溜めの近く、危険ね、この吹き溜めの周り危険ね。何が起きてんだろうね。湧いてる湧いてる、透明透明透明な枠のね、透明な雲さんおったわ。ハードモードだと出てくるんだって、あれ、透明な雲さん怖いわ。はい、移動も可憐に。おーし、みんな行くぞ。この奥に、ウォーデン対策の伝説の、あれがあるんだ、こっちに。それ取りに行かねばならんのだ。はい。あたた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 た。あ、ここまで一気に行けねえかな。オラなら行けるぞ、これ。ここに水たらちゃんします。行くぞ。うわ、届けー！いて、一
痛い、全然届かなかった。よいしょ、あった、これだよこれ、たまんねえっすわ。これ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 、あーたまんねえ。さあというわけで、わかるか、これだよこれ。なんとウォーデンが出た時、こっちの方に歩いてくらしいんだ。こうしたらこうなるし、こうしたら雪玉に、あ、なんかならねえのならねえの。なのでこれを、ただ投げすぎると危険っていうのも聞いたから、連続して投げりゃいいってもんじゃないから、こんだけあったらもう十分、2スタックあったらもう十分だこれ。あーし、これで対策は十分にできたぞ。よし、もういっぱいいいアイテム手に入れてやるんだから、参ろう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 。すーげえいっぱい盗もう、いろんなブロックマジで盗もう。さあレッチラゴー。多分でも多分このグンドニールがあるとさ、避けれそうな気すらするんだけどね。これさすがに避けれるくない、あの真空波動拳みたいな、衝撃波だったっけ、避けれそうっていうね。そんな博打みたいなことをやっちゃダメだ、これ避けれそうじゃダメだ。あいつとだけは本当に張り合っちゃいけない、本当にダメなんだからね。えなんだこれ、あ、前なんか爆発するときに集めたんだっけ、なんかいろんなのがあるな。さあ行くぞ。ちなみにアレイどこ行ったんだろう、俺アレイだけに、アレイアレイだけに、アレイどこ行ったんだろうね。リードで繋いどかないといけなかったのかな。アレイだね、本当にアレイ。すごい金リンゴも手に入れてしまったからな、これ確一置こう。よーし参るか、掘りまくってやるかんな、待ってろ。まず富士のトーテムはもう必ず左手に持っておこう。これごめんなみんな、カズクラ保険かけるようになっちまったよ。こんなトーテム持って歩くようになったんだぜ。保険野郎だよ保険野郎、もう絶対やられないっていう強い気持ちでいるんだこれで。あったあったあった、こっちはこっち、まず暗視ポーションを飲んで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 飲んだ。そこにももうダブルトーテム、ダブルトーテムだぞ。あーしゅんだ、早速攻略していこう。これこっちでね、なんか発生させちゃったんだ。ほらどこだったっけ、こう近づいてる分にはいいんだろ。ほんで、うわ反応しない、こっちだと、あ、待って、今一毒になったんだけど、え待って、こわはぁ、あ、嘘だろ、センサーがこんなに大量にあると思う、え一発で毒になるのこれ、待て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 、危なすぎだろ、ちょっと待ってくれ、これ危ないやつだな。はっ、大丈夫、これがまずいんか、これが、これスカルクシュリーカーがやばいのね、怖っ。まずどっかにあんな、大丈夫、え、なるほど、怖っ、恐怖でしかないよこれ。クリアリングした、あったあったあった、こんなところに、これで大丈夫、これ壊すときだけは仕方ないんだな。だからこれが絶対数少なく、スカルクシュリーカーってのをまずは壊す？危ないね。どうやって上上がるんだ？あ、これだったら気づかれないのかな？チャレンジしてみようか。これだったら気づかねえかもわからん。いくよ。お、大丈夫だ！すげえ！ここ、センサー多すぎだろって。大丈夫？うえーおい、すごい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 。大丈夫だこれ。あ、まだこっちにも続いてるぞ。よし、このシミの深いとこだな。これちょっと。経験値になるのこれ、間違い危険だよね、やっぱ壊しとかんだからな。あれもしもがあるからね、こんなに要望が大事だとは思わんかったな。でもあら、もうないな、下降りてみるか。水の中だとこれお反応するんかい。あれもうこんだけで終わっちゃったな、終わっちまったな、一旦終わっちまったな。暗い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 、飲んで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 、オッケー、あっぽい、平和だ。こっちもさっき攻略してきたとこだもんな。ほうだなほうだな。ほうだ、すげえ貴重だこれ。羊毛。はあ、まあ、なんとか攻略だなこれ。なんとか攻略したといっても、これはいいでしょう。ああ、しゃ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 。うんなら次はもうこれのシミの濃い部分いって、おい、スカルクシュリーガー、ガンガン回収してくんで。これあるとかっこいいでしょ。ガンガン回収してくんで、よろしく。というわけで、もう次からは絶対やらないカズクラ。おい、よろしくお願いします。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。